加瀬慎さん絡んだことあるのかな、話したことあるのかなっていう人をお呼びしました。え、でもほんま俺どなたでも大丈夫って感じやもんな。大手っす。もう歌とかの活動もしてたりするっすね。ああ、どうもです。え、じゃあれやった？いや、初めまして。いや、めちゃくちゃいいタイミング、めっちゃいいタイミングで来てくれた。すげえタイミングで来たな。え、出のす？いや、もう最高のタイミングです。改めて、そう、初めましてということで、初めましてということで。いや、でも知ってるんすけどね、もう切り抜きでもう散々にさせてもらってるんで。いやそれはなんか、どんな切り抜きかも。ありとあらゆるやつを。あー、怖い。あ、もうだいぶ知り尽くしてるんで。知り尽くしてるつもりがいるんで。まずいな。でも本当のあれですよ、レイド君を知りたいのであればぜひ天の弱は聞いてほしいですね。いや、もうほんまにいらん。ほんまにいらん。何それ。いや、知らなくていい。大丈夫ですか。知らなくて本当に僕のモチベが下がるんで、やめましょう。行きましょう。じゃあまた早そうっすね。危ない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 な。出るな、ほんまにびっくりするわ普通に。アイスさん、おいさん、アイスさん、おいさん。しといてと、あ、しといて、さ、おいさんね。いいなぁ。いいぞ。楽だなぁ。最初思うじゃん。何が？名前さ、ほいさやみたいな思うけど、うん、俺も思ってて。言ってたもん、中身ちゃんも。1時間くらいで慣れた。慣れた。慣れんのよ。うん。あ、言うてる。この感動すぐなくなっちゃうのかな。うん。いや、もう一瞬よ、マジで。一瞬。いいなぁ。ほんまに。すぐ味なくなるから。いや、ありがとうございます。感謝を忘れていくんで俺。いやー、もう任せてください。ありがとうございます。すごい、何も喋んなくても二人がずっと喋ってくれるから。いやいやいや。いやいやいや。サボにポテチ食う時間あるで。また飛んでくるで DM。コラボ中にサボんな。そう、飛んできたことあんのか。あのね、なんかね。コラボしててもカウントさんあんまり喋んない、喋、うん、んなくなるから相手に失礼ですみたいな。うんうんうん。うん。来たね。そうだ。戻らんやろ、もうコラボしない。失礼やろがい。コラボしない方がいいですよ。楽しいやってんねんから。いやいやいや。でも楽なんだもんやっぱり。まあ長時間やってると特にね。うん、確かに。張ってたら疲れちゃうから。疲れちゃうからね。お前。あ、どうだろう。ほら。あー、一番嫌い。ヘルメット。ここにディボーションタイムあるんじゃないの、もしかして。いやー、いやだー。ディボーションタイムないね。レイド君もアリーナやったらあれだよ。ディボーション好きになるよ。いやー、嬉しい。相当なんか苦い思い出あるんすね。あー、やばいやばい。無理。ディボーにしろって。いやだ。お前も。いやだ。左にいる量。すごいのいる。ディボだー。くそー。レイドさんの渾身の一発で取ったね今。不適切な。不適切なコンテンツですこれは。間違いない。レイド君は叫んでる時がいっちゃ面白い。そいつだー。うわこれがバン対象じゃないんだ。なんでめっちゃ嫌いやほんまに。なんでこれが認められるんだ。しっかり